はいえー、っとさあ、どこに行きましょうかね、えっと、時間もあまりないんで、ちょっとアメリカの話にちょっと行きたいと思うんですが、えー、これはバイデン大統領に関する新たな疑惑発覚、バイデン氏次男の疑惑めぐり内部告発か、検察捜査に政治干渉しさ、バイデン米大統領の次男、ハンター・バイデン氏が、海外企業から受け取った多額の報酬をめぐる疑惑に絡み、 北朝鮮機関の内国歳入庁 IRS で犯罪行為の監視を担当する特別検察官が検察の犯罪捜査に対し政治干渉があったことを示唆する書簡を民主共和両党の議会幹部に送っていることが20日、ウォール・ストリート・ジャーナルなどの報道で分かったというんですがこの山口さん、バイデンの次男、ハンター・バイデンの疑惑というのは 前前もう前の大統領選挙の前からもうさんざん言われてたけど、とにかくこれが出,出てくるのはまずいっていうんで、全部蓋してね、報道すらさ、ニューヨーク・ポストが特段ね書いたけど、結局どこも追随しないまま、バイデン政権になってからもう、 結局そのままぐず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 やってるじゃないですかただ問題は今回の中間選挙で会員を共和党が抑えたから会員の特別委員会の中でやっぱりこれ取り上げようという動きが出ていろんなまた情報が出,出始めてますけどどうなんですかハン,ハンター・バイデン疑惑っていうのは今後もっとこの大幅にっていうか大規模にこの暴露されてつまりバイデン大統領そのものにを直撃する 可能性という、このあ心当たりはどう,どう見,見ればいいんでしょうかね。あの、このハンダー・バイデン問題っていうのは、本来だったら、大統領が弾劾される種類の話なんですね。本来はそういういことですよね、はい、ところが、この動画を見てくださってる方に理解していただきたいのは、日本のメディアが腐ってるのとよく似ているけれども、はい、アメリカのメディアも腐りきってます。ではいはい、どういうふういいに腐ってるかというと バイデンを応援するというよりは、反トランプで一致してるんですね、ほ,ほとんどのアメリカメディアは。はい、で、ごくわずかな保守系のメディア、例えばこのウォール・ストリート・ジャーナルっていうのはまあ日経新聞みたいなものなんだけど、はい、日経新聞よりは少し保守速が強い、そうですね、日本の日経新聞はまあかなり中立的ですよね、いろんな報道が。はい、はいうん、いい意味でも悪い意味味ででもも悪、えー、ただ ウォール・トー・ジャーナルは、例えばニューヨーク・タイムズとかワシントン・ポストとか、あのエラルド、あのシカゴ・トリビューンとかね、ボストン・グローブとか、はい、そういう有力紙の中では、ウォール・トー・ジャーナルは、まあ、一番保守色が強い大手新聞、ねうんうん、だからこそ、この話が出てくる。で、IRS っていうのはね、内国参入庁って分かりにくいんだけど、いわゆる国税庁ですよ。だから、は,いはい、はっきりて泣く子も黙る IRS なんですね。これが 要するにハンター・バイデンと親父について、犯罪捜査で、脱税ですよ、簡単にう。巨額の金もらって税金を納めてませんという、そういうことをホワイトハウスが捜査妨害してきた、これ、大ニュースなんですよ、本来。それはだから森友家計とかじゃなくて、うん、自分たちの業務をホワイトハウスが妨害した、どっちかっていうとね。 ウォーターゲート事件に近い話。ところが、ね、アメリカのメディアは、うん、アメリカのメディアは反トランプで凝り固まってるから、こんな大ニュースも大きなニュースにしない。しかも、うん、だから、アメリカの言うなりの日本の新聞社は、アメリカがやるのメディアがやらないという理由で、日本人にも伝えない。ということで、うん、このバイデンと、ジョー・バイデンとハンター・バイデンに対する疑惑は、 日本の、日本語のメディアを見てる限り、ほとんど伝えられないんですよね。そうですよね。ある日突然大統領が弾劾されるっていう結論がいきなりニュースとして出てくるかもしれないですよ。うん、これ議会はやってるから。はい,はい、はい。だからもうね、あの、日本のメディアも、あの、もう報道機関であることを捨ててるというふうに諦めた方がいいですよ。うん。あのー、 山さんのウォーターゲート事件、僕はこれ、ウォーターゲート事件をはるかに上回るとんでもない地獄ですよ、これは。これはマスコミであれば、アメリカだろうが日本だろうが、真っ先に取材してばんばん書かないといけない種類の話ですよね。これを無視するって言ったら、記者はやめたほうがいいですねこ、これだとしたら、本当に。大きい間じゃないってことですよね、うん、そう思います、ここはねアメリカででもも日本でもね。 はい、もう一つはね、これは私、不可解なので、山内さんが知ってたら教えてもらいたいと思います、あのフォックスの話です米、えー、フォックス、投票システムの1060億円で和解、大統領選報道をめぐる名誉毀損訴,訴訟、米フォックス・ニュースは18日、米大統領選挙で、不正に加担したと報じられ、名誉を傷つけられたとして、 投票機メーカーのボーティングシステムに訴え,訴えられていた裁判で、7億8750万ドル、約1060億円を支払うことで和解したと発表したと、これはですね、日本円で1000億円を超す和解ということは、事実上のこれ、敗訴と見ていい,いいわけでしょうか、これは。あのね、一応、和解にはなっている,けどるフォックスが。負負けけたたックスが負けたという そうするとね、あの大統領選挙のさなかにさんざんぱなこのっていう機械が勝手に水増してなんとかで監督がって相当いろんな情報が出たじゃないですか、あれがすべて嘘だった、間違いでしたというふうになるんですか、それとも私はそこはちょっとそそうえ、そういうことなのかなという、あのかなり疑いを持ってるんですけど、山口さん自身はの関係は。 どのよう,うに見ていますかこれはこれはそのいわゆるこの訴訟の中身を見なきゃいけなくてあ,あそうですよね、えー、はいそのおいわゆるこれはフォックスの二、えー、回か三回の放送の行き過ぎについての訴訟なんですよそうですよねはい、はい、なるほど、うん、だからこれによって、うん、に関するそのしたくなかったんだと で全く事実無根の報道をしたのではないのだということじゃないんですね、要するに、うん、疑惑っていうのはまだ残ってるんです、ただ、FOX、うん、は当時は、一番踏み込んでやったその放送の中で、一部のキャスターとかが、あたかもその根拠が希薄なのに、というのは、温床なんだという感じの報道、はい、行き過ぎちゃったという<あ>部分について。 エドミオンが勝訴したということなので、特にトランプ前大統領に関する、に加担したという表現について敗訴したんです。なるほどね。うん、だから、デジタル的ななが本当になかったんですかってことは、実はまだ分かってないんです、ね。なる,なるほど、なるほど。はい、そうですよね。それともう一つ、ついでに言えばさ、 この前の大統領選挙のあ、れあれですよね、事前投票とか、なんだっけ、そっちの方がかなり不正の温床になってたということは、前々から指摘されてるたはずなのに、これがど,ど,どこ行っちゃったのか、誰もどこ,どこからも出てこないんじゃないですか、あれはかなり大幅な行われたと。 見るべきだって私もそう思ってるんだけど、これこれはど,どうなんですか。もうどっかでないことになっちゃったんですかね。いやこれはですね、あの特に不在者投票それから郵便投票についての疑惑というのは、あのそれぞれの州でも訴訟が続いてるんですね。あいくつかはあ,あ,あそうかそうか州ごとでにね。うんうん。そうなんです。州ごとなんですよ。あれも全国だから。はい,は,いはい。そうすると一部の州では不正があったという結論も出てるんです。なるほどなるほど。 で今の大手メディアのまとめ方は、はい、ごく一部で不正はあったけれども、選挙結果全体をひっくり返すほどではなかったというまとめ方をしているんです、うん。なるほど、なるほど。うん、ところが落ち着いて考えたら、はい、投票してない人の票が何万票も加算されてたということは、実は明らかになってるんですね。そうねうん、ということは、これはよく例えば僕の友達である。 あのエルドリッチさんとかと話をするんだけど、うん、アメリカの選挙でもはや公平、公正、正しい選挙とそもそも全く期待できないと、諦めるしかないとおっしゃってますね。だから、うんうん、なかったっていう報道は嘘なんです,んです、ね、ところが、この報道については、産経新聞ですらね、そ,のそういうニュアンスが書いてる。そういうこれは産経新聞にはね、有名なクロという読売新聞からの移植組が。はい バーシームのデスクをやってるだからもう本当にもうこれからの時代はあの読者の新聞を読んでる方はもう新聞をまずうのみにしない。なるほどできれば自分でオリジナルの,あのアメリカの報道とか、あるいはこの裁判記録っていうのもこれ、うん、あのホームページに公開されてますから、なるほど原文に当たると、うん、あれ、全然違うじゃないっていうこと、たくさんあるんですよ。本当にメディア信じられないっていうのはアメリカも日本も不幸ですね。 うんまあ、最後になるかもしれませんが大統領選挙絡みで言うと1、まあ、つはトランプ前大統領が、まあ、つまらないことでっていうか34もの罪状で、えー、あの起訴されたということはもちろんありますけどしかし、これを起訴されたがゆえに逆に言うとトランプ氏の支持率は逆に急上,し上昇して。 トランプの選挙事務所への献金っていうの、寄付っていうのがものすごい額に上ってると言われてますし、うん、そじゃあその一方で、実はフロリダ州,州知事のデサンティスが、もしかしたらトランプに代わって大統領選挙と言ってたけども、今回の起訴でトランプの支持率が50%を超えたのに対し、デサンティスは20%ちょっとしかない、もう倍以上の差がついてるんですよ、現状ではですよ。 そのデサンティスが今度日本に来るんだと、もう日本とか韓国とか4か,4か国が歴訪するって言うんだけど、州知事がこういうふうに歴訪するっていうケースはあんまりないと思うんですが、やっぱりこれは大統領選挙をにらんで、つまりまだデサンティスはまだあの大統領選挙出馬、正式表明してないけども、そういうことの前触れというか、そういうつもりでということなんでしょうか、総理とかもうみんな会う、会うって言うんでしょ、これね。 えっと、これについては、そのもう今その、2024年の大統領選挙に関して、ディサンティスがトランプを追い越すというシナリオはもうほとんど書けなくなってるぐらい差が開いてるんですよ。他方、じゃあ、ディサンティスってどういう人ですかって言ったら、どうして急に大統領候補という、まあ、雰囲気が出てきたのかということは、はい、今回の彼の外遊先を見るとね、はっきり分かるんですね。 彼が行くのは、日本と韓国とイスラエルと英国なんイギリスなんですよ。イスラエルと英国、ほうほうほう、それとういう意味なんでしょうこの五か国歴訪というのは、うん、4か国歴訪というのは、これははっきり言ってアメリカの軍事的な同盟国ああ、そっか、なるほど。うん、全部。うんうん、イギリスっていうのはスペシャルアライズ、特別な関係と言っても、はい、軍事同盟国ですね。はい どっちかが攻められたらお互いがこう助けるという、最強の同盟ですよ、アメリカの。それから日本と韓国はもう、いわゆるあの安全保障条約を結んでますね。はいはい、そしたらイスラエルっていうのも特にそう。だからディサンテスという人は、トランプと比較すると、共和党の軍産共同体が支持している。 候補だってことは、これではもうはっきりわかるわけですね。ああ、なるほどね。ああ、はい、はい、はい。なるほど。で、だからこそ。トランプは戦争をしない大統領なんだから。そうだよね。うん。要するに、軍産共同体は戦争してもらう大統領がありがたい。それはそうだ。うん。うん、だから、バイデンなんかありがたいわけですよ。なるほど。うん、バイデンはで、いろんなところで、例えば、アフガン、下手をこいて、あれして、アフガンも荒れてる、うん。うん、うん。 ウクライナ戦争だって防ぐ方向ではなくて、その、もう米軍は出さないと言ってみたりして、あげくロシアが攻め込んできたわけですね。うん、で、小出しに援助をして、戦争が長引くようにしていると、結果的に軍産共同体は、ウクライナという国に新たな米軍の あるアメリカ製の兵器が、まあ、大量に使われているという巨大なメリットを軍産共同体は得ている。そうすると、彼らはトランプは絶対嫌なわけですよ。そうすると、バイデン対トランプになってトランプは勝っちゃったらまた戦争しなくなっちゃうから今度は共和党の中で反トランプとしてデサンテススを応援してたということが今回の外遊先見れば一発でわかる。ははははいはいはい、はい トランプさんという人はそ、この軍産共同体については、かなり批判的ですよね、そもそももがねあの共和党っていうのもね、あの古きユキ共和党っていうのは、軍産共同体に対して非常に警戒的な人多かったんですよ、ああああ本来はね。うんうん、ただ、ブッシュの父親は、これ、彼はもともと CIA の工作員とか、はい、CIA の職員だったらいから もともと民主党にいた軍産共同体大好き人間たちがいて、これが要するにネオコンという人たちはもともと民主党にいたんですね。これがブッシュの父が大統領になる過程であ共和党に移ってきた人たち、これがポール・ウォルフォビッツという人を筆頭に。うん、ネオコンがまあ共和党の なるほどね、なるほど。うんうん、その人たちがディサンティスをしていると思ってもらったら、いい間違なそうすると、そのフルリダ州知事として、非常に実力が,がるから、うんぬんかぬんという表向きを言われてくるそんな綺麗な話じゃないということだよね、結局、河野太郎がポスト岸田のトップランナーだ。 という報道と全く同じことですい悪いじゃなくて特定の勢力がこいつがなったらいいなと言って、うん、金を使ってメディアを使っていう状態ですそういうことですよね。ちなみにニューヨークの大陪審でトランプが起訴されたことによって、えー、トランプ戦隊にたった3週間で1500万ドルもの 資金の寄付がが集まったとということが一つでもう一つは共和党議員のトランプ支持が上院で9人下院で31人となりデサンティスを明確に支持した、ね、議員はたった2人しかいなかったということで、えー、大変な差がついてるということらしいんですよ。そうするとね、まあ、トランプがこのままどう裁判がどうなろうと大統領選挙が下りるということは、まあ、まず考えられない。 でしかも、この共和党の候補と公認の候補になるとすると、デサンティスはあとどうするの、そうすると副大統領候補みたいなを狙うのか、それとも県の頂戴で次をに備えるとかいうことになるのか、私は、ね、そのう去年の段階から、例えば CPAC という、ね、アメリカの共和党の最大の母体であるアメリカ保守 連合っていうところの、まあ、あのー、パネリストをやったり、あの、アメリカの共和党支持者の人と話をしているんですけれども、はい。あの、去年段階で彼らが言っていたのは、要するにトランプというのはトランプ支持者という特別なその、えー、塊を作ったわけですね。大統領を一気にやって。はいうん、で、ディサンティスはやっぱり、軍産共同体を中心とした、えー、いわゆる既存のお選挙の塊、 はい、これ N、NRA、全米ライフル協会そういう、いわゆる保守系なんだけれども、まあ、弾丸をいっぱい使いたい人ですよ、簡単に言うと、そういう人たちの支持があるから、母体が違うから、同じ保守といっても、うんえー、折り合いがつかないっていう説明をする人がそれが個人的な性格というかな、そのキャラクターとしても、やっぱりディサンティスも小山の大将だから。うん 自分が副大統領候補になって、トランプ大統領とディサンテス副大統領として戦えば、実は相当な確率で次の政権を、次の大統領選挙勝てるんだけど、はい、そういう選択はしないだろうっていう人が多かったですね。なるほどね。うん、去年段階では。でただこれだけディサンテスが落っ,こってきちゃうと まああの民主党にを任せなきゃいけあのに勝たなきゃいけないっていうことだったらデイサンティスがどういう判断をしてくるかという意味ではうんこれはデイサンティス次第だってことになってなるほどねうん,、はい、うんはいうんはいわかりました時間が来ました今日も2時間大変濃密なですね話になりました、えー、毎回山口さんの解説がですね大変好評で 視聴者の皆さんの数がもう本当にものすごいんですよ、私はもうただ一方的に聞いてるだけなんですけど、いやいやそんなことないです、ちょっと私しゃべりすぎて、毎回反省してるんですけど、いやいやとんでもない、とんでもない、あの加藤さん、最近聞き上手でね、なんか気持ちよくしゃべっちゃうもんですから、ちょっと反省してます。<laughs> い,いえいえいえ、聞くしか言えば私、方法がないので、いろいろ話を聞かせてもらってますけど、大変面白かったと思います。はい、今週はどうも本当にありがとうございました。また来週もぜひともよろしくお願いしたいと思います。はい、皆さんどうも、ありがとうございました。失礼しました。はい